パイロットがアークツールと共に戻ってきた。うん。このイマイマシンは回復できそうだ。お見事です。これでビーコンを起動させる電源を再起動できます。OK。ということで、アークツールを前回手に入れて戻ってきましたね。タイタンフォール2続きからやっていきたいと思います。あとはエネルギー。電力室の経電機が停止しています。うん、アークツールで再開できるはずです。この奥に行くのね。開けてくれ。で、アークツールで経電機をすべて高濃度の放射線を検知。あ、はい。部屋に入ればスーツの保護は短時間しか持ちません。お、素早く動いてください。そこに長い。なるほど。焼け焦げになっちまうぜ。オッケー。よし、ハッチを開く。3、2、1、今だ。ああ、もう、なるほどね。なんて危ないことさせるんだ。なんだこれ。これ全部赤くしていけばいいのね。やばいやばい。やばめやばめ。よし、これでいいんじゃない？二つ残ってる。お、早く開けろ、開けろ。オッケー。よくやった、クーパー。電力が戻った。はい。よし、エネルギーが。よしよし。核兵器を開け。ビーコンを復旧させよう。お、で、これで俺の働きで動くようになった感じですね。はいはい。アンテナのターゲットのリセットだ。アップリンクターゲティングモジュールのリセットを開始。60。で、これで通信が取れるようになった感じなのかな。お、警告、障害を検出、緊急停止します。あー、なんか壊れてる。アップリンクターゲティングモジュールが機能していません。おう、その可能性は高いです。 CQ 呼び出し。チームをバイパスできるか。いいえ、 IMC 艦隊全体にメッセージが届いてしまいます。誰かがモジュールを修理しなくては。パイロット、もう俺だろ。スキルが役立つかもしれません。もう俺が行くしかないじゃん。動かしてくれるか、クーパー。もうしょうがない。修理してすぐに戻ってきてほしい。すぐに戻んないといけないのね。じゃあ BT に乗って、じゃあ行きますか。パイロットモードに起動。で、おそらくあのこっち側のあの奥にあったあれですね、あの扉、あのアークツールがないと開かないみたいな。大勢命を落とした。ほう、ここでね、あのアークツール使わないと。死亡したパイロットを検知、うん、フラクチャー作戦で活躍した優秀な戦士だと記録されています。ああ、そう。フラクチャーとは。フラクチャーとは。フラクチャーは惑星ビクターでミリシアが行った補給作戦の行動能力です。おう、大きな損害を被ったものの艦隊は存続しました。はあ、はあ、これは触っちゃダメ。あ、なんかビリビリしたけど特に死ぬとかではないんだね。あー、でタイタンもいっぱい壊されてる。ターゲティングモジュールを検知。おう、北東428メートル。私の分析では選択肢はただ一つ、はい、あなたを向こう側へ投げることです。ああ、まあそれが一番いいかもね。自信はあるのか。成功率 68% です。あんま高くない。残りの 32% は。残りの 32% は失敗する可能性が 32%。 その場合、激しい外傷、大量の内出血、複数の複雑骨折や四肢の切断も考えられます。また感電と毒性の気に落ちて溶解する可能性もあります。結構えぐいな。よし、じゃあ行くか。風速3ノット、方角274、距離372メートル、重量89キロ。お、信じて。おお、かっこいい。おーおー、ちょっと待って、危ない危ない危ない。いいピッチングだったな。いいピッチングだ。どういたしまして、健闘を祈ります。リフター、こちらブリスク。いや、うん、ああ、敵か。あの鬱陶しいパイロットがビーコンを使うつもりだ。終わらせてくれ。頼んだぞ。バレてるぞ。で、ここなんか開けられそうだな。ビーコンへ向かえ。お、ヘルメット発見。9個もあんの。あ、で、これがズール1キロ1突入せよ。アルファ2、地上に兵を展開。これをもらってこう。多分これがあれだな、タイタン用の兵器なので、で多分タイタンと戦わないといけない雰囲気が若干っていうか、そこはかとなく感じられるので、一応持ってこうか。よし、でこっちへぴょん。
で、この機械を動かして、なんかやるのかな？これだね。じゃあこれを。あ、クレーンか。あ、自分で動かすの？なるほどね。これで自分で道を作れっていう話みたいですね。で、こっちか。いる？これ。この動かすシーンいるかな？もうボタンで、ボタンを押したらなんか勝手にやってくれるみたいな、そんな感じでもいい気がするんだけど。IMC のドロップシップが向かっています。あ、本当に。やばいな。ってことは敵がいっぱい降りてくるっていうことに他ならないですね。ちょっとめんどくさいぞ、このアークツールのあれが。取り回しが。なんか連射できるフルオートのアサルトライフル欲しいけどな。これ敵か。よし、オッケー。うん。そこまで弱くはないっていうか。まあ、バーストってだけだ。これなんだ。あ、マスティフか。マスティフ使った記憶もあんまりないけど。よし、オッケー。ターゲットダウン。よし、オッケー。ターゲットダウン。あの奥にもいる。死んでないな。で、あそこに、なんか、ヘルメットが浮いてんな。よし、オッケー。危ねえ。上にいっぱいいるな。上にいっぱいいるのか、死んでなかったのか、ちょっとよくわかんないけど。あそこにしんどいのがいるな。よし、オッケー。とりあえず、細かくリロードしつつ、あのヘルメット取っちゃおうか。おっと、ちょっと、危ない危ない。で、こっから中に入れるけど。ははん。とりあえず中に入って敵を殲滅するか。おお。よし、オッケー。ぶっ殺した。で、フラグアウト。フラグアウト。よし、オッケー。ターゲットダウン。もうなんかあんまり強くないな、こいつら。よし、オッケーオッケー。いいぞ。で、これは？これは何？仲間？そうか。仲間かな。どこ行ってんの、それ。ん？なんか実績もらった。ハーメルンの笛吹き男。なるほど。これを動かすと、仲間になってくれて、ダブルテイクか。ダブルテイクどうだろうな。ピッ。で、そこ開けて、中入って、ピッ。おお。この下には降りたらやばそうだな。ん、オッケー。よし、オッケー。で、なんか、いっぱいなんか、敵が。よし、そうか、発進。で、これ登ると何があるんだ？ちょっと待って、ストーカーいっぱい動かそう。あ、またロケラン。おお、タイタンいるじゃん。よし、ストーカー行け。もう、俺の代わりに敵を倒すんだ。で、こっちの方とかなんかある？なんか広いな。やたらと広いぞ。OK、ターゲットダウン。よし、オッケー。フラググレネード、ボルトってなんだ。なんか今透明なのいたぞ。ボルトもらってこう。このボルトはで、ここになんかいろいろあるけど、あー、タイタンじゃないな。これあれか。なんだこれ、なんか知らない武器が。おっ、よし、暗い。多分タイタン用の武器だとは思うんだけど。よし、オッケー、倒した。強いな。なんか、やばい音がする。あの、あれがいっぱいいるんじゃない？あ、いっぱいいるわ。バレてる。やばい。めっちゃバレてる。よし、そのまま、みんな、爆発しちゃえ。よし、オッケー、ターゲットダウン。おー、
危ない、ギリギリだったな。で、こっち進んで、ここにもなんかあるな。アークツール。ビ。あー、で、扉が開くんだね。パイロットが消えた。目の前にいいんだろ。何を見てたんだ、お前は。よし、リロード。よし、オッケー。これで全員倒したね。んで、あれ、赤色の光がついてるのに緑色の、まあどっちもいいか。で、こことかになんかヘルメットあったりする。広いなぁ、本当に広いぞ。あー、で、これさっきの場所か。さっきっていうか、あれだね、あのストーカーを起動した場所ですね。ボルトいっぱい落ちてるから弾補給しやすい。で、これは、このロボは関係ない？ BT は呼べないのかな。なんかここら辺でいろいろ動かしてたら BT 呼べそうな気もするけど、パイロットが死んでる。どこへ行くんだろう。ああ、敵いるね。ターゲットダウン、ツーダウン、スリーダウン、オッケー、リロード。結構押せてるぞ。4ダウン、オールダウン。3分か。結構時間かかるんだね、到着までに。まあそれはいいんだけど。で、これが味方のロボとか、つか味方のロボは全員やられちゃったのかな。まあそうっぽいよね。で、あそこへ行くためにまたクレーンを動かさないといけないけど、本当にいるかな、このクレーン動かすあれ。特に必要性を感じないんだけどな。自動でやっても全く何の支障も来たさないというか、角度が大事とかそういう感じでもないしな。ああ、ここはあれか。あ、いや、まあそうか、ここしかないな。いる本当にこれ。このシーンあんまりいらないでしょ。ほっ、よし、装着。これ中何どうなってる。特に何があるってわけではないのか。BT が、BT の名前だけ表示されてるけど。で、これはなんか工事用のロボか。ここまで来て、やっとね、あれが何もしてこないことに気づいて倒すのをやめましたけど。これも多分止まるところまで動かしちゃえば全く問題ないっていう話なんだな。まあ、こういうことでしょ。本当にいるかな、この。いらなくないかな。あー、なるほどね。はいはいはい、わかりましたよ。で、これで、あっちに、うまいこと角度合わせろよ的なね。そういう感じね。こういうことね。いやー、どうだろうな、これいるのかな。あんまりなんか、俺の操作が超大事みたいな、そういう感じも、感じないから必要なさそうな気がしちゃうけど。んで、ここをぐるーっと行って、はい。で、ここ登るのかな。登っていけばいいっぽいね。で、こっち渡って、あー、はい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 、こっち渡っちゃダメか。ここだね。ここでまたこの壁をウォールランして、こうやってね、ウォールランして、ぴょんぴょんと。で、到着。よし、オッケー。うん。パイロット見られてる？で、これまたグワーンって動かして。キロワン4ってのはあれか、俺はもう倒したやつかな。あ。あ。今回だけなんか360度回れるようになってるけど、回れることになんか意味ある。まあ、大体こういう時ってどっかにヘルメットがあったりするような気がするけど、まあいいや。じゃあこれ、ここで。ここで全く問題なく反対側に向かえるでしょう。危ね。危ない危ない危ない。よし。で、この中に敵がいるっぽいな。いた。おお、閉じられた。で、敵のストーカーを出してきたけど、
距離が空きすぎて戦いが微妙だな。あ、こっち飛んできたな。よし、オッケー。とりあえず連射しておけばなんとかなるね。オッケー。やべ、まだ生きてる。あ、これマスティフか。エルサー、あれ、ついにこの銃の弾をもらえなくなってきた。おお、こんなところに。いや、っていうか、さっき閉めたのあなた方じゃん。見えないっていうか、自分たちで見えなくしたのに、何言ってんだっていう感じだな。さて、異様にこのステージが長いな。死んだかな？死んでない。2ダウン。OK。で、フラグが落ちて。よし、OK。3ダウン。4ダウン。5ダウン。おお、ストーカーが来てる。ストーカーはちょっと危ないので下がりましょう、一回。こいつらほんと死なねえからな。死んだと思ったら再起動するからな。よし、オッケー。ターゲットダウン。ちょっと弾が少なくなってきたな。これで全員倒したかな？うん。なんか無駄に広いって言うとあれだけど。無駄に広いって言うとあれだけど、なんか無駄に広いな。急になんかキャンペーン本気出しましたみたいな。ターゲティングモジュールを検知、可動で確認を。お、オッケー。あそこか。ははは。第4ビーコンのクレーンチームは全滅。パイロットが送信しようとしている可能性がある。ズール16よりリヒターへ。パイロットの目的は不明。我々をタイタンから離すつもりかも。はい。パイロットを不明。タイタンには別の作戦。なんかあっちもいろいろ考えてるみたいだけど、なんだろう、 BT なんかする気かな。 BT なんかされたらこっちはこっちですごい困るけど、とりあえずこいつら全員動かしちゃおう。ピッ。どういう原理でこれを撃ったら仲間になってくれてるのかちょっとわかんないですけども。起動するのだけはわかるけども、電力を与えてるからね。でも何がどうして仲間になってんだろう。で、これでクレーンを操作盤に位置着きましたね。うん。アンテナに手が届くよう、一番右へ動かしてください。一番、もう一番右に動かすしかないっていうね。で、多分止まるんでしょ？アルト2は始末したが、状況を報告する。これでいいのかな？応援を寄せ。ちょっとわかんないけど。まだ第4ビーコン付近、以上。応援だと。ジュピシャー、アイムシシバーカ。なんか言ってる。で、多分お敵さんがいっぱい来るはず。もっとストーカーいないかな。おお、なんかあれか、変なガス出してんな。ってことは敵のストーカーが降りてきたっていう感じかな。あ、いたいたいた。じゃあこいつらも起動。あ、いたー。あそこにあのでかいやつがいる。で、こいつはこれを当てれば壊れる。おお、よし、オッケー。強いな、このロケランみたいなやつ。ちょっと待って、危ない危ない。お？ああ、お前か。なんだ。めちゃくちゃ仕事してんじゃん、こんな荒れ狂った場所で。さてさて、この下ってなんかある？なんか進めるけど。特に何があるってわけでもないな。どこにいるんだ、そこにいるのね。バカすぎんだろ。もっとちゃんと狙えよ。よし、オッケー。ああ、後ろにもいるのね。オッケー。なんかガバガバだな。この応援に来た部隊の人たち、結構警戒がガバガバじゃないですか。そこにいるのね。オッケー、ターゲットダウン。で、あとそこにグレネードの投擲だけはさすがだと言っておきたいけど、誰かよし、弾薬もゲット。いや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 、バカすぎでしょ。さすがに。アンテナのプロジェクターにあります。おう。で、そこまでここを渡っていけばいいのね。
で、この中入るのかな？これ。アップリンクモジュールを外す。オペン。で、このアップリンクモジュールをどうすんだっけ？アップリンクターゲティングモジュール。切断。うん、プロトコル2。で、これを持って帰るのか。アップリンクモジュールを確保。期間を待ちます。注意。メンテナンスモードに移行。おう。で、こっちへ渡って、ぴょんと。アルファ2-1、状況は？考え。アンテナ4本。あーで、OK。で、この、多分出てる間に、ささっと進んでくれっていうことね。まあそうでしょうね。よし、OK。あ、めんどくさー。ああ。で、これで、あー、ここで足場が出て、あー、足場が出て、足場が出て、で、これで壁。おぉ。大変ですね。しかも、チェックポイントここじゃなくていい気がするわ。あれ、これどうすんの？あ、あれ？あ、大丈夫だった。で、敵が、どっかに。動け、動け。多分、ムーブ、ムーブのことなんでしょうね。ジップラインを使え、動け、動けって、ちょっと、日本語訳がしょぼすぎるけど。うん。あ、で、BT の方に、あれだね。あの、敵が行ったっぽいですね。いやいや、なんだ。なんだその反応の遅さは。反応遅すぎだろ。で、これで、あ、BT が戦ってる。スーパー、お帰りなさい。うん、ただいま。周辺の確保を推奨します。そうだね。ストーカー撃破。オッケー。とりあえず BT 用に電池を一つ持っておこう。あー、うるさいうるさい。なんかいっぱいいるな。 BT 乗ってもいいな。ちょっと待って、後ろに、やばい、 BT 乗った方がいいな。ちょっと待って、 BT 乗せて乗せて、ちょっと乗せて。BT 動き回るのはいいんだけど、乗せてくれ。よし、これで電池も確保。よし、オッケー。コアの準備完了。危ない危ない。ちょっと一回逃げつつ。これ強いな。浪人コアだっけ？で、ちょっと逃げて。電池もらうか。電池ゲット。で、あと敵はどこら辺にいる？あ？どっから撃つ？あんま食らわないけど。インジケーター、インジケーター出して、インジケーター。降りた方がいい。あー、なるほど。これを、あれ？ビッてやっても開かない。どこにいんだ？敵はどこにいるかわからん。全ての脅威を排除。あー、ありがとう。大丈夫ですか、パイロット。うん、全く問題ない。よし、向かうところ敵なしだな。敵なしだな。戦場にはまだ敵の反応があるようです。なるほどね。詳しく調査しますか。そういうことじゃない。言葉のあやだよ、BT。言葉のあやだよ、BT。たくさんの敵を倒したってことさ。了解。ボキャブラリーに向かうところ敵なしを登録しました。私も何度か敵なしになったことがあります。なるほどね。で、これで BT と仲良く、仲良し。任務更新、アップリンクモジュールを交換せよ。うん。モジュールのソケットはアンテナの頂上にある。うわ、投げた後、さらに登る必要があります。また投げんの？よし、じゃあ、行くか。BT また頼むぞ。そのガッツポーズかわいいな。よっしゃ。おうおう、ぶつかったんじゃないの今の。で、こっから上に登っ、おお、ヘルメットある。ぴょんと。長いな、本当に長いです。ここに来てマジで長え。で、ここで、多分アップリンクモジュールを、あー、ミスってるミスってる。やばいやばいやばい。なあ。そのミスり方は笑うわっていう感じなんですけど、多分アップリンクモジュールを取り替えたら、終了じゃないかな。後ろにもいる？じゃあこれをちょっと登らせていただいて。ブリスク、こちらスロー。
なんだ。ケインとアッシュは死んだ。誰かがあなたの傭兵を殺しているわ。それと私たちの無線が一つ盗まれてる。あんなクズたちを雇うからよ。クズ。おお。おお、パイロット。空弁ブリスク。ずっと盗み聞きしてたのか。バレてなかったんだ。いいだろう。上等だ。何度でもかかってこい。だが俺がお前ならそんな力は使わない。お長生きしたいんでね。ああ、なるほどね。いやまあそれは人それぞれの考え方だと思いますよ。で5個目、なんかここに来てヘルメットもポンポン見つかるようになったな。でこれどう、くそ、エイムがガクガクだったな。さてさて、じゃあモジュールをつけちゃいますか。よし、 OK。 どこ行くんだこれ。まだいる。そこか。ここの中に入って、メンテナンスハッチ入って。熱そうなんだけど。赤いだけか。で、ここを渡って、出てくるのがドローンだけだったら全く何の問題もないな。危ね。もう当たっちゃえ。で、これで多分。仮説。モジュールを取り付ければ。はい、アンテナは自動的に方向修正します。あ、本当に。で、アップリンクモジュール壊れちゃってんのと持ってきたのとで交換と。よいしょ、ぽい。新しいのガチャコ。よーし、これで。おーおお、なんてこった。あぶねえ。よし。クーパー、アンテナが復旧した。うん、復旧させたからね。え、なに、俺が戻る必要ある。まあ戻れって言うんだったら戻るけど。こちらブリスク。いや、すでに向かっている。できた、以上だ。こちらに。よし、じゃあ戻ろう。パイロットを迎え撃ちします。残りのミリシア軍も殺す。リーパー接近。あれ、ここに来て敵が。制御室をロックダウンしてください。脅威を検知。了解、ロックダウンだ。援護する。よし、リロード。あ、なんかなんだ、なんだこの飛行機みたいなやつ。さっき落ちてた。あ、でも BT 乗ってこの武器があれば全く問題なさそうだけど。よし、 OK。 あれ、まだ死んでない。あれ、ちょっと待って、これ武器違くね。なんかイオンになってる。ローニンだよ、ローニン。おお、いっぱい来んね。よし、くらい。ブレード。つえー。めちゃくちゃつえー。うん。やっぱ、これの真骨頂は、ブレードですね。よし、リロード完了。敵対弾の可能性があります。敵対弾が来る。あー、これでリヒターとかが来るのかな。浪人コアを、これはなんだ。あ、浪人がいる。ソードコア。よし、 OK。 おお、超強い。ちょっと待って、浪人コアあっという間に切れたな。よし、あんま強くないぞ。よし、電池もらおう。電池もらって BT を回復させてあげよう。ほら、あ、なんだ。リヒターだったんだ。おう、あー、でリヒターを倒そうと。もう目の前にいるけどね。よいしょ。これ、剣強くね。めちゃくちゃ強くね、これ。半端ねえ強いんだけど。ソードコア、ほんら。じゃあソードコアで倒しましょうか。あれ、やられちゃった。いや、マジソードコア超強いけど。いや、マジ強いでしょ、これ。
おお、めちゃくちゃ強いぞこれ。でソードコアオンラインして、おお、これめちゃくちゃ弱いじゃないか。あっという間に死んだぞ。ソードコア強すぎんだけど、面白あんなでかい口叩いてたのに何の反撃もできずに死んでったな。じゃあ降りるか。効果を推奨します。はい、全システムは正常。うん、エンゲール起動だ。あ、送信シーケンスを起動成功。送信エネルギーで、パーティーで会おうぜ。リヒターを倒した。 60% 順調。あと少し。 80% 信号強度最大、通信可能。お、またなんかとどめの位置。船にまだ誰かいればいいか。そうだね。こちらミニシア SRS 特攻兵団所属ブリックス司令官、身分を認証せよ。ブリックス司令官、こちら BT7274 プロトコル2、任務を執行。 SRS 部隊の付属艦隊に機密情報を報告。うん、了解。あなたたちがまだ無事でよかった。今データを受信してる。で、お、仲間が来た。7274確認する。ってことかな。データレコーダーには元のパイロットは戦死したとあるが。おお。はい。対ラスティモーサ隊は戦死しました。現在は臨時パイロットのジャック・クーパーとリンクしています。待って。ライフルマンにリンクさせたの？はい。やむを得ず。まあいいわ。適任のパイロットに再配属しましょう。意義あり。私のパイロットはクーパーです。戦闘効率評価は 90% を超えました。リンク維持の許可を要請します。この状況じゃ仕方ないわね、BT。では認可します。BT からの評価も高いわね。スキャンしたアークのデータでエネルギー特性を追跡できたわ。発信源はここタイフォンの IMC 基地よ。はい。もう時間がないわ。行きましょう。ということで BT の正式な相棒になったのかな。で、おそらくこれが最後の話になると思います。続きはまた次回。それじゃ、またな。